もう10日前になってるね。だいぶ前だね。よし。1年前に梅なり切り抜きを見たことがきっかけで、その後梅原さんの講演配信を見てファンになった動画勢です。いつも楽しく視聴させていただいております。格闘ゲームがスポーツや将棋など、えー、他の競技など、ん他の競技と異なる大きな特徴は、プレイヤーによって使うキャラが異なる点だと思います。調整によってキャラ性能の差は小さくなっているとは思いますが、ずっとやり込んでいたキャラが大会前に弱体化されてしまい、 結果が残せないという不運なこともあると思います。また、プロレベルとなると、一つのキャラを仕上げるのに時間がかかるため、簡単にはキャラを変えられないことや、エンタメや個性を出す点から、どうしてもプレイヤー間である程度キャラをばらけさせたいなどの事情もあると思います、うん。そこで、キャラ性能の差による不遇な状況を慰める一つの手と言ってはなんですが、賞金の分配を変えるというのはどうでしょうか。例えば、総額140万円を、 優勝100万円、2位30万円、3位10万円としていたものを、優勝60万円、2位40万円、3位20万円。で、残り20万円を4位から8位で分配するなどです。たとえキャラが弱体化されてしまい、優勝を目指すことはできなくなったとしても、ある程度の順位に入れば、賞金がもらえるとなれば、多少は心が慰められたりはしないでしょうか。ふん 年中分けだぜ、ね。えっと。えっとですね、えー。昔のエボリューションって、えっと、今でもそうなのかな賞金の仕組みとして、参加者から、えー、賞金、あ、じゃねえや、参加費を取って、で、それを優勝者が7割、2位が2割、3位が1割 っていう感じで分配してたんですよ。だからまあ、まあ、ほぼほぼ一位総取りみたいな感じで。まあ、それがエボだったんですよね。まあ、エボに限らず、他の、まあ、えっ、ー、と、もう今なくなっちゃったけど、シーズンビーティングっていう大会だったりとか、昔ね、四大大会っていうのがあって、シーズンビーティング、エボ、それから、フロリダのなんだっけあれ、えー、オーランドであるやつ、なんだっけ。な、今出てこなかった。あの、有名な、 名前出てこないほら、プロレスのリングでやるさ。なんだっけ、えー、名前出てこないな。こいありがとう。うん。ほら、なんだっけ <laughs> あ、そう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 、CEO、CEO。c o だわ。うん。電池湧き出せ。ありがとう。 で、その CU、まあ他にもなんかもう一個ぐらい確かあってちょっと忘れちゃったけど、まあとにかく四大大会みたいに言われてて、多分おそらく、それらの大会全部、721の割合だったんじゃないのかなと思うんだけど、今は721の割合ではなくなってて、532とか、6、532とか、631とか、まあわかんないけど、ちょっとマイルドにな、多分ね5とかだったと、思うんだよね優勝で5割とか。 になってると思うよね。で、まあ、そもそも、えー、今は、あのー、カプコンが賞金を上乗せしてくるから、参加費による賞金っていうのは、大したことないんだけど、まあ、とはいええー、7割が5割とか、そんな感じになったと。確かね。っていう状況があって。で、個人的な意見としては、721でいいんじゃねっていうふうにまず思ってる。理由としては、 単純に、えー、今年のタイトル、例えばじゃあストリートファイター5の優勝賞金はいくらいくらでしたっていうインパクトのある数字が出るから、参加人数がこれぐらいで、ってことは優勝賞金これぐらいかみたいなね。うん。そういうインパクトが残せるから、うん。まあ、個人的には721がいいんじゃねえかなと思ってて、 実際、えっと、エボリューションの2009年、2010年あたりは、まだ721の、えー、比率だったんですよ。だから、2009年、2010年は、特に2010年はね、参加者がね、2000人近くいたんだけど、721で俺優勝してるから、もしかすると、歴代エボの、えー、参加費から取る賞金では、一番多かったかもしれない。 実際に参加した人が多かった。あの、ストブの初年度とかは、エントリー多かったんだけど、実際に来た人はあんまりいなかったから、って考えると、もしかすると、エボの賞金で一番高いのもらったの俺なんじゃないかな。で、その理由は、721だったから、っていう、ことなんだよね、うん。あ、ユーザーありがとう。お、アルミありがとう。で、えー、っと、まあ、っていうのがありますと。 いうのがまず一つあって。ただ、えー、っと、キャラ性能の差による不遇な状況を慰める一つの手といったなんですが、賞金の分配を変えるというのはどうでしょうかと。うん、これは、えー、っと、まあ、言いたいことはわかるんですけど、<laughs> <laughs> この、じゃあ、総額140万円が出る大会って、年何回あんのっていう話で。うん。 えっと、総額140万円以上のね、大会って国内で何回ある多分5回ないんじゃないかあるかな ?5 回ないような気もするんだよね、うん。まあまあわかんないけど、実際はもうちょっとあるのかもしれないけど、まあ何が言いたいかっていうと、うん。ああ、でも心が慰められるって言ってんのか。 あ、収入が安定する。賞金からの収入も安定するっていう話で言うと、まあ、変わんないっす。変わんないっていうかさ、ちょっとは違うけど、どっちにしても、<laughs> 優勝とかしない限り、ほとんど意味ないんすよ。収入って意味では。うん。なんで、まあ、この、賞金からの収入が安定するかって言われると、まあ、別に、まあ、するかもしんないけど、ん大して差はないよねっていう。うん で、えっ、ー、と、おそらくだけど、このトップ8に出るような連中、トップ8に残るような連中っていうのは、あの、ちょっとお金がもらえるかもらえないかに、そんなにじ、なんていうか、重きを置いてない気がするね。うん。どっちか、あの、プライドの方が大事な気がする。こーイボありがとう。うん、プライドの方が大事な気がするね。うん、このアイデアはね、別に、まあ、うん、 もっと金額が大きければ、この140っていう数字が、1億4千万とかだったら分かります。1億4千万とか、まあまあまあ、1400万とか。だったら、年間っていうかね、こういうイベントがあった時に、話が変わってくると思うんだけど、140万を8人で割って、みたいな。で、しかもたまにしかやんなくてってなると、まああんまり <laughs>、あんま変わんなくねっていうのが正直、俺の感想。まあ優勝者は違うだろうけどね。で、 えっと、このキャラクターの、えー、っと、どこだっけ、えー、またプロレベルとなると一つのキャラを仕上げるのに時間かかっても簡単にはキャラを変えられないことや、エンタメや個性を出す点,点からどうしてもプレイヤー間である程度キャラをバラックさスタイルなどの事情もあると思います。えー、そこでキャラセールの3による不遇な状況を慰める一つの手といったらなんですが、賞金の分配を変えるというのはどうでしょうかっていう、まあ、流れで、えー、っとね、 あの、格闘ゲームは、なんだろう。キャラクター差がある。うんまあ、つまりフェアな勝負じゃないっていうのは、うんまあ、この世界が、ライトユーザーが少ないからこそ、浸透してる事実だと思うんでね。もっとこのゲームっていうか、格闘ゲームっていうジャンルが広がっていったら、まあ子供の時の俺みたいに、プロだったら当然一番勝ちやすいキャラを使ってるから、うん、負けたら、 それはま、ま、ま、好勝負というか、先生、どう、ま、先生堂々って言ったら変だけども、うーあの、負けなんだと。いうふうに考え俺の小学生の時はそういうふうに考えてた。うん、でも現実にはそうじゃないよね。現実には、あの、メーカーのキャラクター調整とかによって、まあ、勝率っていうのは明らかに差が出るし、全くフェアなとこなんかないんだよね。で、じゃあ、どこにフェアがあるのかっていうと、これは俺、結局、 見てる人たちの判断になっちゃうのかなって思ってて、マチョボーが、えっ、ー、と、人が評価する競技は嫌だ、みたいな。やりたくない、みたいな。そう、採点、採点要素がある競技はやりたくない、みたいな。まあ、すげえわかるんですよ。すげえわかるんだけども、実際のところ、えっ、ー、と、ゲームの画面内で起きることっていうのはめちゃくちゃデジタルなんだけど、それが現実世界にどう影響するかっていうのは、 採点が、というか、その、審判制度といいますか、が用いられちゃってるわけだよね。まあそのことはもうみんなわかってると思うけど、うん。だから、うーん、なんだろうな。じゃあ不遇なキャラ、まあ今で言うと何ですかね、ちょうどいいキャラって何ですかさすがにアレックスとかはもう目,な目がないから、無理だとしても、 うーん、なんだろう。今で言うと、このキャラ使って勝ってんのかっけえな、みたいな。なんかあるあんまねえか。ガチガチだもんな。まあでも俺は個人的に、あの、ゼクで勝ってんのとかは、インフェクシャスとか、アングリーバードとか、ゼクで勝ってんのはかっけえなっていうふうに思うんだよね。で、そうなった時に、俺がスポンサーだったら、じゃああいつちょっとスポンサーとしてえなとか、あいつ応援してえなとか、まあファンもそれしかりで、だから、 こ、この人が心配するようなことっていうのは、その勝敗以外でも十二分に覆せるというか、むしろ勝敗以外の部分で、えー、結果っていうものが出てくるんですよ。この今の格闘ゲームの世界っていうのは。それは、そんな競技おかしいじゃねえかって思うかもしれないけど、えっ、ー、と、そもそもの、この世界が、フェアじゃない。勝負の世界であると同時に、俺はこうなんだ。 そういう、なんていうか、ま、表現みたいなものも影響してくるから、あの、大会の賞金が、賞金がっていうのは、そんなにね、うん。そんなに重要かなって。俺はなんか、すごい、あの、嫌な言い方するとそ、小銭に目が行き過ぎじゃねっていう。小銭に目が行きすぎだろうって俺は思ってるのね。賞金が、賞金がっていううんいや。仕事でやるんだったらもうどうでもよくねみたいな。小銭は。 うん、って思うから、だったらまあ、なんかもっとこう、広い視点で考えて、うん、っていう気がしますね。